テレビアニメ潔癖男子青山くんウェブラジオ潔癖ラジオ沖あゆくん、皆さんこんにちは。潔癖テレビアニメ潔癖男子青山くんで青山くんを演じています、沖合亮太郎です。この番組は現在放送中のテレビアニメ潔癖男子青山くんの魅力や最新情報や裏話をお届けする番組ですよ。今回も始まりました潔癖ラジオ、沖合くん通称ケツラジというね、まだ浸透していませんけども浸透させていきましょう。はい、テレビの方は現在4話までが放送されておりまして、もうすぐね5話が放送されるというところですかね。そして今回はなんと、ね、前回小安さん、その前が関君、男性陣が続きましたが、今回なんと女性が2人もいらっしゃってくださってね、ありがたいですね。よろしくお願いしますね。そして、ラジオの方でですね、ウィキペディアを、この、潔癖男子青山くんのウィキペディアを充実させていこうという計画を関君が発案しましたところ、なんとどん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 更新されていまして、なかなか立派なものになっていますよ。皆さん見てますかね。1人ね1項目ずつぐらいご自分の意見を反映させたね、あのウィキペディアを完成させていきましょうね。よろしくお願いします。ということで、後ほど素敵なゲストをお迎えしますよ。ではでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。潔癖ラジオ沖合くんスタート。潔癖ラジオ沖合くん、この番組はチーム青山の提供でお送りします。潔癖ラジオ沖合くん、それでは早速本日のお客様をお呼びしましょう。まずはこの方。こんにちは、潔癖後藤萌歌を演じております春野杏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして続いてはこの方。こんにちは、潔癖武井美和を演じていますねやみちこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。珍しい、ねやちゃんとラジオで一緒なんで、珍しいですね。そしてあんずちゃんもラジオ始めまして、はい、よろしくお願いします。いや、女性陣初ということでやや緊張してますが嬉しかろう。おお、そうだね。なんか順当にいくと、サンバカが誰かが来るのかなっていう印象だったから、あ、ここで来るんだと思って、なかなか緊張しますけども、よろしくお願いします。さあ、富士見高校サッカー部を支えるこの女性陣お二人からどんなお話が伺えるのか楽しみですね。というわけで、あんずちゃんはなんと、はい、足を怪我して足に大怪我を負って大怪我の息だよね。もうこれ、ね、まあ、ちゃんと普通にね立っていらっしゃいますけども、はいはい、どうしたんですか。転びました、はい、ぜひ聞いておかねばいかん。7年ぶりに、はい、7年ぶりに、うん、泣きながら母とマネージャーさんに電話して泣くほど、はい、久しぶりに。それは大変だった、はい、治ってます。ったと思った、行ったと思いました。行っちゃった。あ、そうですか、はい、よかったよかった。でもね、無事ね、事なきを得まして、よかったですわ、はい、さてじゃあまずは作品の魅力とお二人が演じるキャラクターのことをより知っていただくために、まずはこちらのコーナーに行きましょう。パス&シュートで一問一答。サッカー部の青山くんのようにパスという名の質問をぶつけますので、シュートという名の回答をしてもらうコーナーです。回答は、アンツちゃん、そして宮さんの順番でお願いします。すべ、はい、てのシュートが終わった後で気になる回答を振り返りたいと思いますよ、はい、準備はよろしいですか。はい、よいですか、はい、はい、じゃあキックオフ。この作品の魅力を一言で言うと、キャラクターの濃さ、斬新な設定。なるほど。次、青山くんの潔癖度を100だとすると、あなたの潔癖度はいくつ。20です。お、30。お掃除片付けの思い出はあったら教えて。なんか物に対する思い入れのなさによく惹かれます、うんうん、思い出、東京に出てくる時。お、改めて演じるキャラクターを教えてください。後藤萌歌です。武井美和です。自信ないね。一言で言うとどんなキャラクター。ストーカーです。妄想癖があります。演じる上で意識したことは。たくさんあります。あります。自分と似てる点はありますか。わー、ちょっとコミュニケーションが苦手なところですかね。うん、
大人かわいい。あ、自分で言っちゃった。ごめんなさい。ゆうゆうだな。アフレコ現場の思い出を教えて。思い出、はい、星さんがすごい楽しそうで。楽しそうで、はい。はい。そして、オッキーがね、マキオが出てくるたびに、うん、もっと爽やかにって言われてる。言われてるね。これを借りてキャストの誰かに何か言っておきたいことがあればどうぞ。誰か、皆さん、皆さんです。ありがとうございます。いつも。そして、はい、みんな。あと少し頑張ろうね。じゃあ番組を聞いてくれているリスナーの皆さんに一言お願いします。ウィキペディア更新ありがとうございます。そしてありがとうございます。はい、ありがとうございます。では気になる回答を振り返ってみましょう。じゃあ、まあ、最初は お二人に聞いてみようかな。作品の魅力を、まずはアンツちゃんはキャラの濃さ。キャラの濃さ、うん、やっぱりもうキャストの皆さんがすごいのもそうなんですけれども、うんうんうん、やっぱりそのキャラクターがね、一人ずつ変態というか変態的な感じ。一人ずつ変態おかしいよね。一人ずつちょっとおかしい感じで、そのおかしさがちょっと変態は小屋さんぐらいでしょ。みんなちょっと小屋さんの役でしょ。役小屋さんだけ、竹内、竹内さんだけじゃなく、ちょっとみんな何タオルを嗅いだり、青山くんの人気ね、学校全体がね、学校全体がちょっと変態じみてる感じ。変態じみてる。そして姉ちゃんは斬新な設定ということで、うん、なかなかないでしょう、まあ、この潔癖、そうね、うん、そこをなんかサッカー部にね、うん、サッカー選手にして、またそこを生かした設定でサッカーがうまいっていうね、度が過ぎてるもんね。そうですね、うんうん、確かに。そして、潔癖度を100だとすると、アンズちゃんが20で20です、姉ちゃんが30ということだよ。この微妙な差は何でしょう、うん、潔癖度。いや、アンズちゃん20って言ったからちょっと上行ってみた。あ、そうですか。あ、多少、まあ、うん、波に綺麗に越したことはないぐらいな感じですか、うん、はい。じゃあ、自分のキャラクターの一言で言うとストーカーということで。ストーカー、うん、好きすぎてストーカー。これ間違いないね、でもね、間違いないですよね。結構最初からピッキングしてるからね、もう皆さんの感想とか見てもストーカー女、うん、ストーカー女って言われてるんで、ね、はい、ストーカーで、そして釘バットね、釘バットね。結構でもキャラの濃いって言ったけど、なんかね、後藤もかちゃんもなかなか負けてないので、うんうん、釘バット、あの釘バット可愛いよね。可愛いですよね。ぜひ商品出してほしいっていうのを俺はツイッターに書いてるんだよ。そうそうそう、夜中に入ってきた人とかを撃退できると思います。そうですね、はい。そしてネアちゃんは妄想癖がある。うん、ネアちゃんが私じゃない。ミワ先生がね、うん、はい。そして、演じる上で意識したことは お二人ともたくさんということで、はい、はい、どの辺ですか、特に。特に、うん、まあ、本当に芸歴も少ないので、はい、演じてきたキャラクターっていうのが少ないんですけど、うんうん、その中でもこういうおどおどした不安げな感じっていうのは、うんうんうん、ほとんどやったことなくて、うん、だったので、うん、あ、そうなんだ、はい、苦労しました、うん、結構はっちゃけてる感じの方が、あ、元気系が多くて、はい、あ、そうなんだね、はい、へえ、そこがまず苦労したのと、でも自分と似てる点はちょっと苦手なその感じが人とお話しするのが本人とは似てるという、はい、本人とは似てます。なるほどなるほど、はい、ああ、そしてニアちゃんの美和先生は、はい、試合の時はやっぱり顧問なんで、うんうん、しっかりとして、うんうん、普段はまあ生徒と距離が近い感じでざっくばらんな感じかなとは思ってるんだけど、顔って言ってますもんね、ね、うん、近いよね。相当ね、うん、うん、まあ、学校にいたら結構綺麗な先生だと思いますけどね、うん、そうだよね、美和先生がね、美和先生がね、美和先生がね、美和先生も綺麗ですよ、美和ちゃん、先輩だから、もう変わらず気を使わないで、もう二十数年変わらず綺麗です。ありがとう、おっきい。さあ、そして、現場の思い出ということで、まあ、アンちゃんは当然星くんね、はい、事務所の先輩ということで、はい、いつもでも楽しそうに高桑さんと、うん、音響監督の高桑さんと話してらっしゃるので、もういつもじゃれてますよね、はい、もうオープニングのじゃれトーク定番ですね、もう始まったなって思って、こう気合を入れるっていう、本当にね、歩夢くんが始まったなっていう、うん、ね、はい、姉ちゃんも昔アーツビジョンに、あ、そうですよね、いらしたので、そうなの、そうなの。忘れてない。そうなの、そうなの、はい、うん、ね、マネージャーさんから聞きました。あ、そう、はい、うんうん、本当、うんうん、まあ、直属の先輩ということで、はい、なんか直属の後輩に、いや、特に随分昔ですけど、もうこのまま行ってください。ありがとうございます。やめなきゃいいのよ。
さあそしてあネアちゃんはあの、うん、僕が演じるマキオがもっと爽やかということで、いや私はもう十分爽やかだと思ってるけど、うんうん、でも、ね、なんかねよりね爽やかさが求められている爽やかさはもっと上なんだよね、はい、そうなんですもっとキラキラしてほしいの、こうなっていいかありがとうみんなじゃあこちらメールを紹介しますよ。こちらピカピカネーム、いそいそいそのさんからです。おきえさん、ねやさん、はるのさん、こんにちけっぺきー、こんにちけっぺきー、ありがとうもかちゃんが怖いけど可愛いですね誰かのためにあそこまで一生懸命になれるなんて素敵だと思います。僕ももかちゃんみたいな子にあそこまで追いかけられてみたいです。はるのさんは新作のゲームを始めるとご飯も食べずに何日もゲームに没頭しちゃうそうなので、ほう、もしかしたらもかちゃんと性格が似てるのかもしれないですね、ということですけどもそうなんですか、ゲームに没頭しちゃう。好きなゲームがありまして、うんうん、それの新作が出るととりあえずその機種で最高のこうパーティーといいますか、うん、手持ちといいますか、ロープレですね、はい、えロープレじゃないパーティー、そうですね、 RPG 的な、うんうん、はい、感じのやつのパーティーがいい感じに育って終わらないとこうキリがないじゃないですか。だからやめ時を失って結構睡眠食事をあんまり取らなくなっちゃいますね。なるほど、はい、ちゃんゲームはする方ですか。しないよね、はい、あ、そうですね結構没頭する。な、最高どれぐらいやるんですか。1日にとか決めてやるの。いや、そうですね、でもとりあえず、まあ、お仕事がなくて、ね、時間が取れるときはお仕事を抜いて寝ないで、とりあえずでもエンディングを見たいっていうところです、ね、ひたすらずっとプレイし続ける、はい、没入してすごいね、はい、ゲームはエンディングがプロログ、エピローグ、プロローグ、最初の序章みたいな感じで、そこから成長させていくのがもう一回みたいな、はい、あれなんで、とりあえず序章は終わらせたいなっていう、とりあえずエンディングは見たみたいな終わらせ方するっているもんね、はい、そこから始めるみたいな、そこから育成が始まる、ね、あ、はい、俺もそこまでやんないから分かんないなそうなんだって、はい、寝ないでやっちゃうの。あ、寝ないっていう感覚はないですね。なんかこう寝るの忘れて、うん、気づいたら夜が明るいっていう、明るくなってる時あるよね、はい、あったあった確かに、ありましたか、うん、今はいつもそうですけどもゲームしなくてもずっといつもそうだから朝の寝なきゃ暑いそうですよね、かっこいいよな。テレビや見てるテレビ放送してるじゃない昔はね朝までテレビやってなかったの、放送してなかったの。そうなんですか。1時とか2時ぐらいで終わってたのね。え、何が流れてるんですか、つけると。流れてないです、ザーッブーカラーバーが、カラーバーだね、うん、ご存知なんですかそうか、若い人にはこれも新鮮なんだね。ご存知なんだ、私もそうなんですよ。そうなんですか。なので、まあ、いつ頃からか、まあ、ほぼ24時間テレビ放送が、ね、はい、始まりまして、ね、ずっと ね、 そうなんですね、いつまでもテレビが見られるようになっていい。たまに通販やってるところとかだと、通販ね、はい、うん、定番でやってますよね、朝まで、うんうん、そうなんですね。そうなんです、ジェネレーションギャップの話、初知りです。で次、こちらピカピカネーム変ですかグレーテルさんです。おけいさん、あんずちゃん、ねやさん、こんにちけっぺき、こんにちけっぺき、けっぺき男子青山くんのキャストは春野さん以外はオーディションではなく指名だったと聞きました。ということはやっぱりねやさんもオーディションじゃなかったんですか。あとあんずちゃんはオーディションの時どんな風にもかちゃんのキャラ作りをしていきましたか、ということで、じゃあまずはねやちゃん、はい、はい、オーディションじゃなかったです。なかった、やっぱり同じく、うん、同じく、うん、はい、どんな感じでしたか、どういう経緯で、いついつスケジュール空いてますか、うん、スケジュールの問い合わせをいただいて、うんうん、でこういう原作ですっていう、原作のなんか、はいはい、ちょっと出てるところのシーン、うん、シーンのコピーしてもらったりとか、そう、コピーしてもらって、うんうん、それをちらっと見て、うん、いかがですかっていう感じで、あ、お伺い的な感じで、うんうんうん、でなんか面白そうだったんで、うんうん、ぜひぜひ。その段階では他のキャストは知らなかった、知らなかった、全然知らなかったです。なるほどなるほど。で台本見て初めて、うん、うんうんうん、みんな知ってるっつって、高校生役だよね、知ってる、おっさんばっかしやなと思ったでしょ思ったけど、思ったけどそしてあんずちゃんはオーディションを受けられたということですか、はい、受けました、うん、まあ、どうでしたか。でもなんかキャラ絵がモカちゃんのしかいただかなかったので、うん、あ、そうなんだ、なんか
親とは思ってたんです。他のキャラクターは全く、はい、他のキャラクターはどうなってるんだろうなって思って、うん、作品タイトルは当然は、はい、分かってていただいていて、うんうんうん、でキャラを見た時になんか髪型が似てるなって思って、ああそうだよね、はい、うんうん、で私は高校時代どんな風に喋ってたかなって思って、それを思い出して、はい、そんな感じで、うんうん、はい、あれですか、たくさん、そっか、モカちゃんの役しかオーディションがなかったから、そうなんです、ね、一緒に誰かとブースにっていうわけでもないんだもんね、きっとね。そうですね、自分のセリフだけってこと、はい、そうです、なるほど、うんうん、自分のセリフだけ喋って、何キャラかねあったら掛け合いでとかっていうことできるんだけど ね、はい、あるんですけど、そうかそうか、うん、まあ、相変わらずこのキャストの話ねいつも誰もね実情を知らないからね、もかちゃんだけオーディションが新しいよって話で終わるんだよね。そうなんですよ謎だよね、どうしてあったんでしょうね。そうそう、経緯は1話目の時から言ってたもんね、スタジオで、ま、謎だねって、ここだけはフレッシュさを 保っておこうっていうのがギリギリだったんだろうな、んですよ、日程は6月の最初の方からオフレコ始まったと思うんですけれども、結構5月末とかにオーディションがあって、すぐに結果とかも、はい、そんな感じで、なるほど、はい、あ、じゃあキャストがほぼ決まってスケジュールが出たところでっていうのもあったのかもしれないね、うん、もしかすると、うん、出揃って、うん、一番最後に、うんうんうん、決めた、比較的早めに、だってもうオーディション受けてないじゃない、うん、受けてないからさ、うん、わかんないけど、うん、比較的そのアンちゃん以外の人たちは知ってたからキャスト、ね、うん、ああそうなんですね、うんうん、そうなので、女性がネアさんの名前しか入ってなくて、ネアちゃんヒロインなんだって俺勝手に思ってたのね、ネアちゃんがいる、ネアちゃんがヒロインでこの後って誤解してたんですよ。ただその段階では俺も作品自体をちゃんと把握できてなくって、うん、タイトルしかだったので、うん、まあ、他にどういう人がいるのかなっていうのは興味はあったんですけど、台本もらって初めて知ったという感じでした。なるほど、うん、でした、はい、じゃあ次です。こちらはピカピカネームシャイバーさんです。おきえさん、ねえさん、はるのさん、こんにちけっぺき、こんにちけっぺき、こんにちけっぺき、賞味期限切れではなく、むしろいい感じに熟したキャスト陣が集結している青山くんですが、その中で春野さんはものすごくフレッシュですよね。春野さんはアフレコ現場では先輩方とどんなお話をしていますか、それと、アフレコ現場で先輩の振る舞いや背中を見て何か教えられたことはありますか、ということで、この賞味期限切れという言葉ですね、小安さんが小安さんがあの我々をあのそう評したわけですね、うん、賞味期限切れのお前らが集まって、切れてない切れてないっつって固くなりに拒否して、それをね、そのくらいがね美味しいのよ、かっこいい肉かということで、はい、アンチちゃん、はい、いやでも皆さん本当にお優しいっていうのが印象は最初あり、え、どうしたんですか、いいよいいよいいよ、それで、それで、うん、なんかもうどんな、うん、怒られ方をするんだろうと思いまして、1話とかの時に、うんうん、あの新人さん本当にクソ野郎みたいなそれは言わないでしょボコボコみたいな感じになるのかなって思って、本当に胃をキリキリさせながら言ったんですけれども、本当にかなり緊張しました、やっぱり1話、そうですね、行く時がでもあの、うん、ドアのところで、はいはいはい、高内さんと浮谷さんには、あ、大輔とお会いしましたよね、あのボタンが開けられなくて、はい、はいはいはい、はい、そこで、そうだったね、うんうん、はい、そこで第一印象をあのボタン の, あの開け方を教えてくださる、すごく優しい方だって、あのね、あのドアのロックがかかってるところも暗いから俺見えなくて、うん、大好きに開けてもらって、であんずちゃんに番号を言ってもらったりしたのかな、なんかそんな感じで、で初めてだったんで、うん、出演者の方かどうか分からずに入ってきてって感じでしたね、確かね、あ、そうですね、うん、私個人は知ってたので、あ、でもその時は本当にあって感じでしたよね、そうだったかな誰だろうって思いながら出演者かなって思っていきました、はい、はい、でも本当に、うん、なんて言うんでしょう、でもこんな現場にいられるのって、全何十何回とかいられるのって本当に幸せなことだと思うんで、うん、レギュラー作品として収録に参加したのは今回が初めてですか、レギュラーは初めてです、そうかそうか、はい、じゃあ余計緊張すんね、はい、こんなおっさんばかし、いや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 、本当にだから、うん、あの一言とかゲストとかで行った現場でもないくらいの
豪華さだったんで、年齢層ね、年齢層っていうかザーって上の、ね、ベテランさんばっかりで、やっぱり同年代の方が出演し、うん、主に出演してる作品に出ることが多い感じですか。やっぱり多い方ですね、うん、じゃあもうそこでも喋れるかって言ったら喋れないですけど、みんなお父さんだね、お父さんだね、みんなお父さんですね。いやでも本当にそういう優しい感じの、まあ星くんみたいにね、事務所の先輩で星くんが、はい、いじられキャラじゃないですか完全に。ほーんって。まあだから楽しいですよ現場も。いじられキャラ、愛されキャラですね。愛されキャラとしておきましょう。はい、そういうことにしておきましょう。じゃあ続きましてこちらです、ピカピカネームプルルン滞在記さんです、青山くんは私的にドストライクの声優さんが大集結しているのでいい意味で毎回息をするのを忘れて見入っちゃっています、そんな中モカちゃん役の春野さんの声と演技がすごく可愛くてめちゃくちゃ癒されます。ありがとうございます。例えるなら大トロしか回ってこない回転寿司でたまに回ってくる白身魚さっぱりしてる感じねという感じです。わかりにくくてすみません。そんなモカちゃんを演じている春野さんですがまだまだ新人さんですよね。多分倍近く生きているであろうおけいさんねやさんから何かアドバイスがあったらお願いします。春野さんがこれからもずっと活躍できますようにという。お願いします、はい、お仕事始めて何年目ぐらいですか今。3年目です。あ、2年が経って3年目。なるほど、3年目ね。どうだったかね3年目。もう早くも自分 OK の場合はこの先どうなるんだろうってい もう不安でいっぱいな時期だったかな。そうなのみたいな顔しないで、もうね、だってさもう最初の頃から一緒だったじゃん。大きいと割と、あ、現場が、うん、あ、ねやちゃんとはねその頃できたいくつかやったりとかね、あったことが多かったから、最初の頃からね、うん、ずっと割とよく会うもんね。そうだったね、うん、1年ものの作品が多かったので当時って。そうですね。なのでいくつか共演するともう意外とね、勝手知ったりになるじゃないですか、そういう感じでしたね、まあだから3年目ぐらいと、まあ、事務所にいられるのかとかさ、なんかいろんな状況があるじゃないですか、なのでまあまあ、その辺ありますけども多分なんとかなります今ここにいるってことは。そうですかね、うん、そう思ってないとね、やってらんないからね、まああとは先輩をいいように使うというか、もう星くんをこう先輩っつって積極的にいじってって逆に可愛がってもらうとかねっていうのもありだと思う。先輩みんな優しいしね。優しい、もういじってもらうのみんな好きだからね、そんなに遊んでくれるんだったらちょっとかまっちゃおうかなみたいな感じ。ああ、そうな、そういう感じなんですかね、星くんもああ見えて、あ、そうですよきっと。姉ちゃんからどうですか。どうなんだろうね。そんなに真面目じゃなくていいんだよ例えば食事に気をつけた方がいいよとかさ、体のこともあるからね。ね、そうそうそう、体あってだからね、今ご実家暮らしなんですよね。あ、そう、実家です。ああ、そっか。あ、いいんじゃない実家まあそういう、そういう情報も含めつつ、なんかどうですかってアドバイス。もう頑張るしかないよね。頑張るしかない、そうか、うん、あ、じゃあねやちゃんの今も続けてると思うんですけども、ずっとスポーツジムに通ってらっしゃいますよね。うん、うん、なんかそういう健康面のアドバイス。スポーツジム、いやもう健康面だって、この人ね、夜めっちゃ早く寝て、はい、早朝起きるのね。ものすごく、私10時には寝てるからね、もう22時の話ね。そう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 、22時には人間が元気になる時間じゃないですかね22時。私もさっきのゲームの話聞いてびっくらこいてるよ。そっか、ね、もう昔から、ね、昔から言ってるもんね、10時に、だからこの仕事をしてる人の割には規則正しい、かなり、もうちょっとおかしなぐらい規則正しい。早朝というのは何時くらいに起きてるんですか。今はもう5時には起きてる、5時でも7時間寝てるからね。確かに5時に起きた。そうか、10時に寝てると、そう、5時寝る時間の方が近いですもん、5時だと。俺もダメよ。ダメですかね。ダメ。さすがに10時の仕事の時はそこまで起きてないけど、でも4時になることはある4時だ、寝なきゃ。なんか謎の扉が始まりましたね。目覚まし始まるって始まったって何やってんのよみたいな感じなの。それとスポーツジムですかね。
で朝もう一回その日の仕事のチェックをしてみたいな、朝一でね、5時に起きてねっていう話を昔から聞いて、それはまだ続けてるのって会うたびに聞いてるそれをもうずっとですか、何年も。もうずっと昔からだもんね。ねえ、その話してるね。でも本当にね、もう眠くなっちゃうの10時に、うん、そりゃそうだよねそうなるよね、朝5時に起きてなるよね、なるよね。みんなで夜ご飯とか食べに行ったりするでしょ。もうダメ、眠くて。そうだよね、現場も遅くなったら相当大変だから、うんいいよ、でも朝は静かで、うん、そうですね、うん、すごい集中できる。あ、なるほど、ゆったりした時間もね、うん、あるしね。そっか、じゃあゆっくり朝ごはん食べられるし、うん、確かにいつも書き込んで、あ、じゃあと食べるは食べるんだね。食べます、ね、若いから、偉い偉い、若いから、若いから食べるって、もう代謝がもうすごいじゃないですか。僕たちも代謝落ちてますからね、うん、大丈夫です。あなたはね、そうですね、なんかスポーツやってるとやっぱり代謝とかも維持できますかね。いや、どうなんだろうね、本当にスポーツやらないので。でも若いから基礎代謝が、うん、そうそうそう、あ、それもいつまでかなっていう感じですよねまだ全然平気です、ね、ですか、全然平気、全然いける、うん、はあ、頑張ります。徹夜は辛くなってきました。でもしない方がいいですよね、はい、さ、はい、健康面気をつけましょうということで、気をつけます。じゃあ続きましてこちら、こちらはピカピカネームトーストさんです。トースト潔癖男子青山くん、毎週楽しく見ています、ありがとうございます。毎回キャラの濃いメンバーが登場するので笑いっぱなしです。特に第2話でみんなで青山くんのタオルをくんかくんかしていたシーンは笑っちゃいました。でも青山くんのタオルならさぞかしいい匂いがしそうですよね。私は柔軟剤の匂いが好きなので、青山くんが使っているであろう柔軟剤の種類を知りたいです。皆さんは何か好きな匂いとかありますか？柔軟剤は使いますか？いや、どう使う、使う、あ、洗濯しないね、自分で。あら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 、あ、お母さん、でも洗濯機の近くに行ってなんかそういう見たりしない。私料理と掃除はできるんですけど、うん、洗濯だけは未だにちょっと洗濯機の回し方が、洗濯機が一番楽ちんじゃない？一番大変そうかなって思ったんですけど、なんかこうカシコンって開けていろんなこう洗剤を入れて、そんなにいっぱい入れんのいろんな洗剤を入れるのなんですけど、柔軟剤、うちはねレノア派です。レノア派です。まあ、ダウニーとかありますよね、いっぱいね。でもレノア見たことあります、うん、うちの棚に。レノア、はい、あ、じゃあレノアですね、はい、レノアです、きっとレノアいっぱいありますもんね、うん、私は知らないけど使ってる。私はそう、そう、そう、あ、知らないわ。そうから始まるものを使って、そうから始まる、そう、うん、そうだ、はい、それか、あ、でも好きな匂いはある。好きな匂いない。新車の匂いとか。新車なんか洗濯物から新車の匂いがする。この電車は新しいぞみたいな匂いがする。ああ、そうだね、あ、はい、新しい匂いが好き。メカっぽい、メカの新しい匂いが好き。メカの新しい匂いが結構頭クラクラしてきませんか、あれ書くと。それ大丈夫ですかやばいよ、その感覚が頭ボーっとするやつですよね。あ、そうです、そうです、そうです、はい、あ、そんな感じでたくさんメールをいただきました、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしたいと思います。お届けする曲は8月18日にリリースされますテレビアニメ潔癖男子青山くんエンディング主題歌、富士見高校サッカー部が歌う太陽がくれた季節のカップリング曲になります。なんとキャラクターマキオ CV 沖江亮太郎が歌いますJust Go My Way です。この曲はですね、原作コミックで武井美和姉ちゃん演じます美和さんが、好きな漫画作品サッカー彼氏のテーマソングという設定の曲ですと歌っているのはマキオ沖江亮太郎です。もしかしたらアニメでも登場するのかもということでね。実はこのマキオに関するエピソードは、潔癖男子青山くんのブルーレイ &DVD の第1巻特典ドラマ CD にも登場しているということで、今回はこの曲を聴く前にドラマ CD の一部をですね、なんと、先行してお聴きいただきたいと思います。タイトルは美和先生は漫画がお好き、出演は青山くん、財前薫、そして石川岳、武井美和です。ではどうぞ。待て青山、この光景どこかで。サッカー彼氏1巻第6話136ページ、海外サッカー留学が決まった牧雄の背中を必死で追ったあのシーン。
のに何か私に言うことないの？あんた私の彼氏でしょ？俺にはサッカーしかない。マキオ、人生初の BL 漫画、緊張するわ。いやいや、表紙のアキト君が好みだっただけだし、なんだかんだサッカー漫画って監督業の参考になるしね。読むか。うんうん、普通にちゃんとサッカー漫画してるな。基礎練習もちゃんとしてるし、いいタイミングで水分補給させてる。千鶴先輩、それ俺のボトルですけど。細かいことはいいだろ、アキトも飲めよ。嫌です、汚い。水分補給しないとまた倒れるぞ。え、次は柔軟よ。先輩、体硬いっすね。そうか。痛いか？いや、大丈夫だ。ダメだ。それ以上はもう。やばいやばい。ただの柔軟体操なのに、全部 BL に聞こえてしまう。はい、ということでドラマ CD の一部を聞きいただきましたが、はい、どうですか？どうですか？これね、収録の時のエピソードとして面白かったのは、ネアちゃんが BL を読めないっていう。これなんて読むの？ BL? BL? 何？ボーイズラブの略なんだけど、ボーイズ？BL で、多分 BL でいいと思うよ。 BL 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 って何回も復唱してたのが面白かった。全然そういう作品には関わったことないですか？いや、出たことあるよ。あ、けど、うん、うん、BL という、いや、知ってたけど、うん、なんで直されたんだろうね、私。なんでだろうね。なんでだろうね。うん、いや、知ってるし、出たことあるし。知ってるし、知ってるし。知ってるし、知ってるし。でも、見たことはないけど。あ、うん、なるほど。うん、僕はね、ぜひここはアニメで見たかったシーンではあったんですけども、まあ、あえてドラマ CD ということで、原作にもあるシーンなので、うん、ぜひ原作をチェックして、このドラマ CD もお楽しみいただきたいと思います。ということでね、ドラマパートは全部で15分ありますのでね、ぜひそちらをお楽しみに。ではでは、そんなマキオが主人公の劇中漫画、サッカー彼氏のテーマソングをお聴きください。マキオ CV 沖江龍太郎で、Just Go My Way。何より大事なんだ、譲りたくない、 Just Go My Way、 全力この世界のすべてが俺が行くべきフィールド、次のゲームが俺を待つ、よそ見する日はない、理想というボールをいつも追いかけている、夢の中でリフティング、 Oh, oh, big, big、 サッカーが一番でお前は二番だ、既読する当たり前、次のオフ2ヶ月は休めない、デートしてる時間はない、スパイクみたいにトゲトゲ、譲れないこれだと決めたものに全てを注ぎたくて、周りの景色は霞んで見えた、思い切り足に込めた気持ちはどこまでも伸びてく、まっすぐに硬いディフェンスだって任してやる、 Just go my way、 いつでも Just shoot my way、 全力なんだ、鉄壁ラジオ沖合くん、あなたの心をお掃除します、潔癖お悩み相談、ゴシゴシしてスッキリ。はい、リスナーの皆さんから送ってもらいました心を曇らせている悩み、人生の汚点、薄汚れてしまった心、自分の腹黒い部分、足を洗いたいことを紹介し、僕たちから575ならぬ555454のアドバイスを送り、ピカピカにお掃除してあげるコーナーです。
今回はスペシャルバージョンとして、春野さんとねやさんの協力バージョンでお届けしたいと思いますよ。最初の5、4をあんずちゃんに担当してもらい、後半の5、4をねやちゃんに担当していただきます。いいですか？はい、はい、2人で協力してゴシゴシを完成させてくださいということで、お悩みいただきました。こちらはピカピカネームドロシーさんからです。高校3年の夏です。そろそろ進路を決めないといけません。将来声優になりたいと思っているので声優の専門学校に行きたいと思ってるんですけど、親が反対します。でも小学生の頃からの夢なので諦めることができません。どうやって親を説得したらいいですか？親、これね、うん、それぞれ通ってきた道かと思いますけども、ねえちゃんどうだったの？私は反対されました。されました、やっぱり。うんうんうん、で私東京じゃないから、うん、まず出てこなきゃいけなかったから。なるほど。だから専門学校、うんうん、全然関係ない専門学校に行くっつって、うんうん、出てきて、うんうん、それで自分でお金貯めて、うん、学校に入りました。じゃあ上京してしばらく、うん、だから上京しちゃえばこっちのもんだと思って、上京してしばらくは違う専門学校に通ってた。そうそう、あ、通ってて、あ、なるほど。そこでバイトして、その間にお金貯めて、なるほどね、学校に入ってデビューするまで、うん、デビューしてしばらくも知らなかった、うちの親は。そうなんだ、うん、しばらくじゃあ、ま、何にも言わなかった。へえ。いつカミングアウトというか、うんうん、したんですか？自分、そうそう、もうこれがね、自分でしてないの。で誰かから。私デビューしてしばらくまだ食べられないから、うん、バイトしてたのね、はいはい、でうちの母親が、うん、そのバイト先に電話して娘がお世話になってますって、でそこでその社長さんが言っちゃったの、はいはい、あ、なるほど。あっちの方でも頑張ってみたいな、頑張ってますよ、お宅の娘さんは応援してますみたいな感じで、はみたいな。そう、それは意外なよく思われたね。そしてあんずちゃんは今一番、はい、そうですね、結構この方に近い年代でもありますけども、私も高2の頃に養成所通い始めたんで、うん、ほうほう、この感じかな、時期的には、うんうん、でもやっぱり私も反対されて、うん、なんか普通に生きてほしいってずっと言われてたんですね。普通に生きてほしい。うん、でもそれはでもやっぱり母とか父としては、うん、まあ、普通の幸せっていうか、はい、こう、まあ、ね、分からないからね、はい、もう本当に食べていけるかも分からないし、そこでね、こうやっぱ目立っちゃうことによって人生がどうなるかっていうのがやっぱり母とか父はやっぱ心配、失敗するのは当たり前なんで、いいお父さんとよくお母さんだと思います。なるほど、うん、職業、その仕事に就くことによって、その成功する失敗するではなくって、うん、変に目立っちゃうと、なんか人生的にちょっとおかしくなっちゃうんじゃないかっていうのを心配されてってことですか？もうプラスみたいな感じで、そうですね、でもまあ時伏せて時伏せてもうじゃあ3年でなれなかったら、うん、もういいよっていう感じで。あ、時間を決めてね、うん、はい、そうですね。でちゃんと大学も受験するし、うん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 、ちゃんとこう大学出たらもうその大学の期間で辞めて就活するから、うん、おー、そうですね。あ、じゃあ大学進学して、はい、進学して。そうだったんだね。そうですね、やってました。なるほど、はい。ちなみにいつ頃から、高校2年生から通い始めた、ね、そうですね、いつ頃から親御さんにはそういうのを言い始めたんですか？高1とかですかね。あ、1年ぐらい前に、うん、ずっと1年間で時伏せて、はい、そうですね、音楽やってたんですけど、うんうん、それができなくなっちゃって、うん、でこう新たな自分を表現する。あ、ドラムだ。あ、ドラムです。ドラムだ。そうです、そうです。ちょっと腕を怪我しちゃって、うん、はい、でこう自分ね、何もできなくなっちゃったって思って。なるほど、なるほど。何かこうお芝居で自分を表現したいなって。っていう。あ、なるほどね、はい、へえ。そんなお二人が、このドロシーさんに言えるゴシゴシのアドバイス、ゴシ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 でまとめろって。ゴシゴシ。じゃあ僕喋ってますから考えてくださいね。はい。ちなみにおきりはですね、一番最初に、養成所の募集要項みたいなやつを取り寄せたの高校1年、考えてね、高校1年生の時で、それを見て、あれ大阪だよね、そうですよ、はい、僕大阪校なので、はい、その時に、
取り寄せまして、うん、青鬼プロの、役者さんがたくさん載ってるね、うん、募集要項で、まあ、その中で卒業生の方も、まあ、今いる小野坂雅也さんとかいますけどもあの方が先輩にいる大阪校のやつを取り寄せて、知ってる先輩もいれば知らない先輩もいて、まあそれは養成所の出身者の方で、もっと上には、所属者の大先輩の方々がたくさんいたので、まあ、ここの事務所に入れたら安心なのかもしれないなというね、素人考えを回りつつ考えた聞いちゃうよ大きな話、僕これリスナーの方で喋ってますからね。まあそういうのも あって1年目それを終えました。1回閉じました。親には話さず置きました。で高校3年生になって改めて進路指導があるので、その時にもう1回取り寄せて、それを親に初めて見せて、ここに行きたいんですっていう話をして、まあ一悶着二悶着ありまして、まあ高校を卒業すると同時に養成所に通い始めました僕は。はい、2年間、まあ週に2回2年間通って、で、まあ、無事にその時は事務所のオーディションに合格して、上京して今に至るということですね。はい、考えた、合格したから出てこれた。そうだよそうだよ、うん、一応ね、うん、高校卒業してすぐ上京するのはちょっとあまりにもなんでしょうね賭けが、うん、怖いよね、うん、すごいので、うん、そこはちょっと無理かなと思って、うん、何にもしてなかったし勉強、そういう演技の勉強というか、うんうん、なのでちょっとは触れておかないとまずかろうという、うんうん、ので、まあ、大阪で通えるところを探して、そこに通ったということですね、うん、考えた考えた大丈夫です。おすごい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあアンズちゃんから最初のゴシゴシどうぞ。生きている間は、生きている間は、さあ受けるゴシは何でしょう。生きている間は好きなことやるしかない。生きている間は好きなことやるしかない。6じゃん。まあこうなんだよねこれね、こうなるよ、こうなるんだよ、ね、こうなる、もう完全に小屋さん方式ですこれ。もうこういいよそれで、才能とかわかんないもんね。そうなんだよね、うんうん、すごく好きっていうのも才能の一つだと思うから、うん、もちろん、うんうん、好きこそものですよ ね本当に諦めきれないんだったらもう、うん、そうしょうがないよね。まあちょっと語弊がありますけども、あの売れっ子さんがみんな上手いわけじゃないじゃない、うん、あのそれはあの人に愛されているという、上手いだけがいい役者じゃないからね、うん、要素として上手いことも大事だけども、うん、まあ人に愛される、まあね、いろんな人と関わることができるとかね、うん、いろんな要素があって、うん、その人が成り立っているわけですよ、うん、なのでそう、そうそう、チームだからね、この仕事はね、そう、うまくても印象に残らないよりもちょっとあの技術的にはあの至らないんだけども、やっぱり印象に残る声とかね、芝居とかもありますからね、やっぱり、うん、そういうのも大事だと思うので、はい、まあ、そんな感じで、まあ、そこまではまだまだですけどね。ドロシーさんもじゃあ親御さん頑張って説得してみてください。はい、じゃあありがとうございました。皆さんも僕たちに綺麗にしてほしいことがあったらできるかな、どんどんメールしてくださいね。以上ゴシゴシしてスッキリでした。潔癖ラジオ沖あゆくん、テレビアニメ潔癖男子青山くんの情報です。まずは原作情報。潔癖男子青山くんは現在週刊ヤングジャンプにて好評連載中です。またコミックスは最新10巻まで好評発売中ですよ。続いて放送情報。東京 MX にて毎週日曜日24時から、読売テレビにて毎週月曜日26時29分から、 BS11 にて毎週火曜日23時30分から放送中です。ぜひチェックしてくださいね。もちろん皆さんはご覧になってますよね。はい、もちろん、はいはい、急に振られて焦らないように。そしてテレビアニメ潔癖男子青山くんブルーレイ &DVD 第1巻が9月20日に発売されます。ブルーレイ特装限定版には潔癖クリーンクリアスリーブパッケージ、そしてオリジナルドラマ CD1
美和先生は漫画がお好き、先ほどねちょっと聞いていただきましたあれですね。そしてオリジナルブックレット、特典映像、ノンクレジットオープニング、そして音声特典としまして、沖合良太郎、関智一君、そして小安武人さんが参加しましたオーディオコメンタリー1といった豪華特典がついてきます。よろしくお願いします。さらに2018年1月28日日曜日に開催されますテレビアニメ潔癖男子青山くんスペシャルイベントのイベントチケット優先販売申し込み券も封入されていますので、ぜひチェックしてください。続いて主題歌情報です。テレビアニメ潔癖男子青山くんオープニング主題歌ベンサムのホワイトが発売中。アニメイラストを使用しましたジャケットにもご注目ください。そしてテレビアニメ潔癖男子青山くんエンディング主題歌、富士見高校サッカー部の太陽が暮れた季節が8月18日にリリースされます。こちらもぜひぜひチェックしてください。さらにさらにコミケ情報ですよ。8月11日から開催されますコミックマーケット92への参加が決定。ポリキャンブースではテレビアニメ潔癖男子青山くん、自分この世界をきれいにしてくれる人が増えてほしいだけなんで CD が発売。長いな。青山くんとコミケに行ってから部屋の掃除をする衝撃のセリフ30連発 CD と青山くんミニキャラバージョンのアクリルキーホルダーがセットで税込み2000円となります。さらにトムスエンターテインメントブースではディフォルメキャラを使用しましたセリフ入りミニタオルが発売。青山くん、財前、そしてモカちゃんの3種類でそれぞれ税込み500円となります。詳しい情報はテレビアニメ潔癖男子青山くん公式サイトをご覧ください。潔癖ラジオ、沖江くん、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。番組サイトに記載されていますメールアドレス宛にどんどん送ってください。そして次回のゲストが決定しましたよ。尾崎敦美役の森久保祥太郎さんです。森久保くん宛のメールもお待ちしております。さてゲストのあんずちゃん、そしてねやちゃん、最後までお付き合いありがとうございました。いかがでしたか。あっという間でしたね。意外と長時間でしたね。何分くらいやってましたか。4、50分ですね。4、50分、そうなんですね。あっという間でした、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオは出たことあるの。は、これまでにも。はい、そうですね、うんうん、司会、イベントの司会やってくださった天使の向井さんと、うんうんうん、2回ぐらいやりました。あ、そうなんだね、はい、なるほど。はい、あと同期の方、うんうんうん、はい、3人でまたぜひ機会があったら来てください。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひねちゃんも、うん、ありがとう。感慨深い。感慨深いこんなに長い付き合いなのにラジオ初めてだよね。うん、過去にラジオ番組時代はやってたもんね。うん、うん、初めてだよね。そう今更ですが、そう今更だから、うん、そう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 、うん、びっくりしますね。こんなことあるんですね。あるんだね。思いました。私も考えることができましたが、はい、というわけでお二人本当にありがとうございました。それでは今回の潔癖ラジオ、沖江くんはここまで。お相手は沖江良太郎とゲストの春野あんずと、はい、ねやみちこでした。バイバーイ。バイバーイ。潔癖ラジオ、沖江くん、この番組はチーム青山の提供でお送りしました。